京急長沢駅は神奈川県横須賀市長沢一丁目にある京浜急行電鉄栗浜線の駅である。駅番号は KK69 ホーム島式ホーム一面二線を有する高架駅である。当駅より YRP 伸び方は単線、津久井浜方は複線区間となっている。ただし当駅から YRP 伸び方は電車はすぐに下り線と合流して 単線運用をしているが、上り線として伸びてきた。線路自体はすぐ先にあるトンネルを抜けた先まで続いているため、発車直後はあたかも下り線を逆走するかのように見える。トンネルの先に上り線として伸びてきた線路の車止めがある。この車止めは当駅の YRP、伸び方ホーム端からもかろうじて視認することが可能である。 このトンネルを抜けた先から YRP 延び駅までは、トンネルも高架橋も、単線分のスペースしかない。2020年度の1日平均乗降人員は5707人で、あり、京急線、全72駅中63位。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の、推移は、下記の通り。当駅は、横須賀市南東部に位置する。 駅から南側を見渡すと、東京湾の入り口である、浦賀水道に面する金田湾を囲む三浦海岸が近く、北側からは三浦丘陵の山々が視認できる。駅前には飲食店や小売店などが集まっており、小規模な商店街が形成されている。山側には住宅団地があり、その先には農地や山林しかなく、コンビニもない。海側は住宅街である。 当駅からの路線バスはないが、駅前広場は比較的広く確保されている。また当駅は竹山ハイキングコースへの入り口の一つである。ありがとうございます。